はい、こんにちは、僕です。レインコードやっていきましょう。じゃあ時計塔にいるんですけれども、これですね。タブレット端末。これハララが落としてったのか。あ、違うな。この辺に倒れている人の所持品か。うん、思った通りだ。ここに事件の詳細が書いてあるよ。勝手に読んじゃって大丈夫かな。事件の詳細が読める。なんかね、弾丸論破にもそんなタブレットがありましたよね。時計塔殺人事件に関する報告。犯行現場、時計塔3階の倉庫。被害者、女性、20代から30代。現在身元調査中。死亡推定時刻不明。発見時刻午前7時頃。死体が発見されたのが午前7時頃ってことは、今午前8時過ぎだから。うん。死体が見つかってからまだ1時間ほどしか経ってないのか。1時間ぐらい経ってる。どうりでバタバタしてると思った。じゃあまだ現場に死体があるかもね。見に行きますか。まだ死体が。それよりご主人様、そのレポートまだ続きがあるでしょ。よくわかるね。第一発見者、教会関係者および保安部員複数名。教会裏で不審人物が目撃されたとの通報があり、当該人物を捜索中に死体を発見。釘男殺人事件との関連の疑いあり。教会裏で不審人物？確か教会裏って、教会裏、例えば死んでほしい人物や、殺したいほど憎い相手の名前を札に書き、それが教会裏でしたね。適当な人形を相手に見立て、教会裏の森の木に名札と一緒に釘で打ち付ける。すると釘男が現れて、その相手を殺してくれるって伝説だ。釘男を呼び出す森があるって場所だよな。どこにあるんですかね。その森で目撃された釘男らしき人物を追ってたら、ここで死体が発見されたって。この辺にあるってことかな。まだ続きがあるのか。尾行。現場のドアは内側から施錠されていた。また唯一の窓もシャッターが下ろされ、内側からロックされていた。他の出入り口はなく、密室の可能性あり。これは釘男の手口を示すものである。謎丸。よくそこまではしゃげるね。はしゃぎすぎだよね。釘男って毎回犯行現場を密室にしているのかな。密室から煙のように消える怪人か。いいね、よだれ出ちゃう。何が好きなんですか。死神ちゃんが好きな要素はどの部分なんですかね。容疑者、時計塔周辺にいた不審人物を確保。これがお父さんか。まあ、大工さんだから釘もハンマーも持ってるよね、そりゃね。犯行に使用したとみられるハンマーを複数所持していた。氏名、自衛コーラン、年齢48歳。職業、職業不詳って書いてあるんだ。当該人物は、大時計の修理をしていたと証言。証人及びアリバイはなし。誰かから依頼されたとかじゃないの。保安部では当該人物を釘男と見て取り調べ中。以上、報道機関には当レポートの情報のみを通達せよ。殺人事件レポート。いや、これをアマテラス社がでっち上げてる可能性があるっていう話なのかな。保安部は捕まえたおっさんを釘男と決めつけているみたいだけど、やっぱ自分で直接現場を調べてみないと真実はわからないよね。なんか探偵っぽいこと言ってますね。まあそうかもね。あそこに置いとくんだ。やっとその気になった。エンジンかかるまでとろいんだよな、ご主人様。早くね、迷宮に入りたいな。じゃあ行こっか。現場は時計塔3階の倉庫だって。行きますか。急ごう。保安部の人たちが目を覚ます前に。いや、中には人いないのかな。中にもいるんじゃない。君は安全なところに隠れておいて、中を調べたらすぐ戻ってくるから。うめ。はい、わかりました。時計塔の中へ。
特にないよね。今このタイミングで。あ、今ここまでストーリーが進んでしまうと、どこにももう行けなくなってしまうんですね。なるほど。行けますか、じゃあ、時計と。いよいよ事件ですね。中こんななってんの？本当に時計の塔なんだね。それ以外余計なものは何もないのか。ガンガン行っちゃうね。階段なんだ。エレベーターとかないんですかね。本当に時計を掲げる。メタボ対策のためってわけじゃないでしょう。本当に時計がそびえるためだけの塔っていう感じなのか。ご主人様頑張れ。エンドグラスがありますね。今何階にいるのか全然わかんないんだけど、ここでやっと2階なんだ。でね、目的地はまだ上ですね。怪しいドア発見。え、ドアとはしごがあるよ。倉庫は時計塔の3階だったよね。そっちじゃないんじゃない？あ、じゃあここが3階か。入りますか。はてなはてなはてなってなってる。現場は時計塔3階の倉庫ってことは、このドアの向こうかな。うん、中にはまだ死体があるかもしれないんだよね。死体なんかアマテラス急行で見飽きたでしょ。見飽きたでしょ。ほらボタボタしない。何それ。できれば二度と見たくないんだけど。死体があるのか、ここに。正直なことを言えば、僕は扉を開けるその時まで、うん、どこかまだ人事のような気分だった。この事件は僕の知らないところで起こって、もうすでに終わったのだと。え？でも、扉を開けた途端、そんな半端な気持ちは一瞬で吹き飛んだ。兄？誰が死んでるの？いや、知らない人だよね。大丈夫だよね。いや、大丈夫ではないけど。なんだよ、一体それって死体？作り物の人形じゃないよね。この血も全部本物なの？そんな、どうして？もう、ただの異常で凄惨な殺人現場ぐらいで驚かないの。あのね、教育係として教えてあげる。これくらいは探偵やってればいくらでも出会うって。だからビビってないで調査。早くしないと保安部の連中が来ちゃうよ。死神ちゃんはこの死体を見ても何とも思わないの？はあ、俺様ちゃんに死体の感想を求めてどうすんの。そんじゃあ言ってあげる。こんなの普通だよ、普通。普通か。これがどう見ても異常じゃないか。異常なのが普通なんだよ。こんな街で起きる殺人事件なら当然でしょ。クルー以外には慣れるしかないんだよ。血は液体、死体は物体。はい、オッケー。なほら、邪魔が入る前に調査しないと。さっさとして。なんか人形がたくさん落ちてるんですね。え、体中。わかったよ。早くしないと保安部が来ちゃうもんね。そうそう、張り切って調査開始。やっぱり血の色はね、赤じゃないんですね、今作も。前に指から出た血、赤かったけど。そうそう、調査で得た手がかりは、俺様ちゃんがしっかり記憶しておいてあげるから。記憶ね、記憶するんだ。もし後で謎迷宮に行った時に、ちゃんと具現化できるようにね。あ、もうその前提なんですね。あそこには行きたくないよ。謎を解いたら人が死ぬような場所に。キュッキュッキュッ。捕まえる前から犯人に同情なんて、ご主人様はアマちゃんだな。怪しい場所はどこかな。調査マーカーのある場所を調べて、事件解決に必要な情報を集めてね。まあ買い鍵を集めるんですね、前と同じで。いや、来ましたね、調査開始。いや、知ってる人が死んでるのかと思ってちょっとビクッとしたけど。間違いなく死体だね。全然知らない人ですね。とりあえず死体を確認しますか。やっぱり死体も調べなきゃなんだよね。体中に釘が刺さってるな。待ってましたって感じでしょ。死体が運び出される前に来られてラッキーだったね。被害
会社のことを考えたら、とてもラッキーなんて言葉は使えないよ。少なくともこの死体だけは人形じゃなくて本物なんだ。なんか首に絞められた跡がありますね。この女性がどこの誰なのかはわからない。保安部のレポートにも詳細は書かれていなかったし。いやなんか首元から下の血のつき方が不自然じゃないですか。ちょっとよく見えないけどさ。どこの誰であろうとこんな目に遭うべきじゃないはずだ。ご主人様、そういう前置きはいいから早く早く前置き。それにしてもひどいな。全身あちこちに打ち付けられた釘、その釘で死体は床に貼り付けにされている。お、首に技があるな。これって、あー、縄で縛られてそれをかきむしった跡があるっていう感じなのかな。ロープかなんかで首を絞められた跡だね。それにその盾の引っかき傷は抵抗した際に被害者自身がつけたものだよ。ロープで首を絞められた被害者が苦しんで抵抗した時にこうなるんだよね。ま、考察でよくあるパターンだよ。騎士官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 。じゃあ死因は考察で間違いないってこと。でも保安部のレポートには死因について何も書いてなかった、ね、うん、書いてませんでしたね。なんでだろうね。少し調べれば簡単にわかることなのに。首を絞められて殺されたのか、釘が刺さった出血で死んだのかっていう話。あいつらちゃんと捜査もしてないのか。せっかく死体を間近で見られたくせにそこなんだ。とにかく死因が分かったのは大きいよ。被害者の死因は絞殺の可能性が高いが、保安部のレポートには何も書かれていなかった。え、他には何もない。え、死体についてはそれだけ。ああ、いいか。なんか後でなんか現場再現とかまたありそうだよね。窓はここだけか。ガラス窓がない代わりにシャッターが設置されている。ああ、ロックされてるって書いてありましたね。建物の古さに比べてシャッターは比較的新しいから後から設置されたものなんだろうな。この窓の大きさなら人が出入りすることはできそうだけど。うん、現場のドアは内側から施錠されていた。また唯一の窓もシャッターが下ろされ内側からロックされていた。他の出入り口はなく密室の可能性あり、これは釘男の手口を示すものである。保安部のレポートによると発見時にこのシャッターは下ろされていたらしい。今もその時の状況のままってことか。ねえ、試しに開けてみたら。開かない。ダメだ、ロックされてるよ。ロックされてる。鍵がかかってるってこと。死体発見時もこのシャッターはロックされてたのかな。どうやったらロックを解除できるの。秘密の合言葉とか。いや、合言葉ではないと思うけど。あ、左隅につまみがある。きっとこれをスライドさせれば。あ、それだけで開くのか。開いた。よし、開いた。結構軽いね。力は使わなくても簡単に上がるよ。鍵が必要なわけじゃないんだ。随分と高いんだな。普通の建物の3階以上はありそうだ。さすがにここから飛び降りるのは不可能だ。ここから飛び降りるのは不可能。壁を伝って降りるにしても、とっかかりになりそうなものもないし。のっぺりしてますね。上には大時計が見えるけど、これといって怪しいところはない。その周りをね、見回すことはできないですね。ここから犯人が出入りするのは難しそうだな。覚えておいた方がいいんだろうな。なんだ今の音。なんだ今の音。あれ、またロックがかかってる。オートロック。何、オートロックなんですか。ご主人様、なんでシャッターで遊んでんの。シャッターと友達になりたいの。いや、そうじゃなくて。
今度は降りてこない。降りてこない。そうか、このシャッターって一番上まで上げるとそこで止まるんだけど、うん、中途半端な位置だと自重で勝手に降りてくるようになっているんだ。で、そのまま下まで降りると自動的にロックがかかると。よくわからないけど、ご主人様はシャッターに熱い思いがあるんだね。操作してるんだよ、操作。だったらそれも買い鍵にしておいてあげる。いずれシャッター屋さんを開く時のためにね。うん、全然。じゃあ密室でも何でもなくない、出る時に閉めるだけで鍵がかかるんでしょ。まあ、ただここから外に出られるかどうかっていうところが問題なんだろうけどね。うん、時計とシャッターの構造、下まで下がると自動でロックがかかる仕組みだ。ん？この窓の下、あ、濡れてるんだよね、ここ。何？他にも気になるとこあった？もう一番最初に気になったんだけど、窓の下濡れてるんですよ。窓の下が濡れてる。さっきご主人様が窓を開けた時、雨が入ってきちゃったんじゃないの？いやいやいや、うん、一部はもう乾き始めててシミになってるし、今濡れたものじゃないよ。じゃあ釘を刺された人形たちの涙。雨でしょ、普通に雨だよ、雨。キャー、オカルトはやめて。人形？こんなところにも。こんなところにも人形。綺麗に2つ並べられて貼り付けにされているけど、ん？なんだこれ。あ、擦れた跡がある。人形刺している釘に黄色い繊維が付着してる。黄色い繊維？何かくくりつけられていた感じですかね。よく見ると釘に擦った跡もあるし、どういうことだろう。むむ、なんか怪しいね。これは覚えておいた方が良さそうだ。うん、黄色い繊維、窓の下の2つの人形。うん、簡単に抜けないのかな。どうなんでしょうか。他にはやたら人形がね、たくさんあるんだけど。壁の人形、壁の人形、なんかぐるっと囲むように壁にね、人形が打ち付けられてるんですよね。壁や床のあちこちに人形が釘で貼り付けにされている。とにかく不気味な光景だ。人形はどれも古いビスクドールみたいだ。まるで恨むような顔でこちらを見ている。これ全部手作業でやったとしたら相当時間かかりそうだけど、どうしてこんな面倒なことしたのかな。これ人形の体を貫いているのかな。なんか一つの人形に一本っていうわけじゃないんですね、釘が。釘男の都市伝説になぞらえるためじゃない。うん、例えば死んでほしい人物や殺したいほど憎い相手の名前を札に書き、適当な人形を相手に見立て、教会裏の森の木に名札と一緒に釘で打ち付ける。すると釘男が現れてその相手を殺してくれるって伝説だ。釘男に殺された死体は無数の釘を打たれて貼り付けにされているという。でもどうして犯人はそこまでして釘男の都市伝説を真似するんだろう。それか本物の釘男の仕業だったりして。キャー、言ってたら怖くなってきた。オカルト的な怖い話は苦手なんだって。苦手の基準がよくわかんないよね。キャー、キャー、キャー。うん、壁の人形ね。他にはドア。まあ、いや、ちょっとドア置いとこう。木箱。どうしたの？木箱なんて見つめてどうしたの？なんか事件の手がかりがあると思ったんだけど。随分埃をかぶってるし、動かされた形跡もないよ。関係ないんじゃないかな。うん、そうだね。他のところを調べてみよう。関係ないのかな、木箱は。やたら人形がたくさんあるよね。部屋の、怪しいところがあるよね。あ、ある部屋の中はそんなところじゃない。適当なこと言わないでほしいな。
あとドアかな。じゃあドア。この部屋でたった一つのドアだ。鍵の受け金が壊れている。ん？あ、本当だ。確か死体発見時このドアは内側から施錠されてたんだったな。あ、じゃあ無理やり開けたってことかな。ってことは保安部がここに入るとき無理やり壊したのかな。内鍵はつまみをひねって回すタイプか。特に細工されたような痕跡はないな。ドアの外側に鍵穴はあるけど穴が埋められてて錆びている。ん？最近こうなったわけじゃなさそうだ。事件前からずっとこの状態だったんだろうな。あ、外からはじゃあ絶対に開けられない状態だったんだ。ねえ、なんで鍵穴が埋められてんの？この倉庫には不必要と判断されたんじゃないかな。内鍵はただの名残だと思う。どっちにしろこれじゃあ合鍵でどうこうできそうな感じでもないね。ドアを閉めると隙間もない。何かの細工をするのも難しそうだ。うーん、やっぱりこのドアを施錠するには内側から直接つまみをひねるしかなさそうだよ。なるほど、時計塔のドアには鍵がかかっていた。もう十分かな。うん、調べられることはこれだけかな。これでおしまい。え、調査が全て完了したら調査を終了することができるんだ。任意のタイミングで終了してね。え、任意にできるの？待って、こっちが気になるよね。あ、ここの調査を一旦終わらせないといけないんだ。じゃあいいや、終了で。これで一通りは調べ終わったかな。うん、よーくわかったよ。この殺人現場は紛れもなく密室。密室。ドアには内側から鍵がかかってて唯一の窓がシャッターでロックされてたなら、うっきゃー、密室だー。密室超かわいい。いや、窓の外から、絶対窓からね出てるんだと思うんだけど、まあ、3階より高い高さっていうからそのまま降りられないと思うんだ。だからこの上にある時計が気になりますよね。なので、まあ、そこにあるはしごの方もねやっぱり見に行きたいですよね。くんくん、な、何してるの？密室の空気を思う存分吸っておく。何なのそれ。くんくん、にわか密室マニアじゃないですかそれ。とりあえず保安部が来て面倒なことになる前にとっとと出ない。あ、あ、そう。なんだそのノリは。え、調査終了しちゃったんだけど。こっち調べなくていいのかな？はしごの方。あ、そういえばさ、こっちのはしごってなんだろうね。いや、絶対そこが時計につながってるんじゃないの。一応、そっちも見ておく？うん、もちろん。特に怪しいところはなさそうだね。本当かよ、ちゃんと登って見てみろよ。確かさ、あのガキンチョの父親って大時計を修理に来たって言ってるんだよね。うん。ああ、それがこの大時計なのか。壊れてるってことかな。彼はこの時計の修理を終えて帰るところだったのかな。うんうんうん。それともこれから修理するところだったのか。ま、どっちでもいいんじゃない。俺様ちゃん密室以外に興味ないし。何その極端な性格。とりあえず考えるのも後にして、ここを離れよう。いや、そっち調べないんですか？そっちがすごい気になるじゃないですか。ダメなの？あ、ダメなんだ。出るしかないのか、じゃあ。うわぁ。なんか別のタイミングで調査できるのかな？時計と住民に長い間愛されており、愛着は強い人が多い。少年？ああ、本名はケイコーラン。父親の仕事が休みの日はいつもキャッチボールをしている。あれ、肌倒れてるの、みんな。君、こっちこっち。あ、そっちか、奥にいた。何？どうしたの？どうしたの？何？死体でもあった？いやいやいや、そんなバカな。何があるの？こっちこっち。何？どこに誘われてるんだ？あ、裏側に行ける。こっちこっち。こっちこっち。ご主人様、あそこか。裏側に来れましたね。こっちから来れたんだ。ちょっと待って、そこにあるの取っておきたいな。あれ、通れない。
これは原田との記録、うん、なるほど。探偵ランクが上がりましたね。お兄さんが時計塔を調べてる間、僕もこの建物の周りを調べてたんです。あ、偉いぞ。そうしたらこれ何、足跡、こんなところに。これって犯人の足跡じゃないですか。あれ、さっきの部屋の窓があった側面ってどっち側になるんですかね。ちょっと調べてみよう。壁際のぬかるんだ地面に一組だけ足跡が残されている。うん。でもかかと部分のみで、せいぜいスニーカーじゃないとわかる程度だ。かかと部分のみ？これは革靴だろうな。でもこの足跡ちょっと変だな。ん？何が？だってほら、足跡が壁の方を向いている。うん。これだと。この足跡の人物は壁に向かって歩いていったみたいじゃない。そうなの？で、壁の中に消えてったの。今度は壁抜け男の登場。キャッキャッキャー、釘男といい怪人のオンパレードだね。ここはちょうどあの窓の真下か。やっぱりそうなんだ。ここからどうにかして降りてきたってことでしょう。これってただの偶然かな、それとも事件と何か関係あるのか。なんか釘についてた黄色い繊維の元が何か分かればいいんだけどね。どうですか、やっぱり犯人の足跡で間違いないですよね。そうだね。正直これだけじゃ何とも言えないよな。せめてこの足跡が彼の父親のものじゃないと証明できたらいいんだけど。あのさ、君のお父さんって普段はどんな靴を履いているの？靴ですか？ほとんどスニーカーです。今日もスニーカーを履いていましたし。じゃあお父さんの靴じゃないんだ。革靴を履くことはないわけじゃないですけど、あんまり履きません。家に革靴が一足もないならともかく、あんまり履かないくらいだと断定はできないか。まあそうだよね。でも彼が見つけたこの足跡を無駄にはしたくない。だったら俺様ちゃんが一応覚えておいてあげるよ。買い鍵になるのか。時計塔の裏の草むらに壁の方を向いた不審な足跡があった。不審な足跡ね。それで犯人は見つかりそうですか。いや、ここに至るまでの足跡がないんですかね。なんとか、多分まだもう少し時間かかるかもしれないけど。そうですか。あ、でも大丈夫、きっと僕が何とかしてみせるから。ありがとうございます。やっぱりお父さんのことが心配なんだろうな。本当に無実なら何とか晴らしてあげたい。ついでにもう少し彼のお父さんの話を聞いておくか。あのさ、君のお父さん今朝いつもと違うところはなかった？父さんは昨日の夜から時計の修理に出てたから、今朝は会っていません。昨日の夜からなんだ。昨日の夜から、じゃあここに泊まり込みで。だってそれが仕事ですから。仕事は時計の修理？修理だけじゃなくて時計も売ってます。腕時計とか壁掛け時計とか。ああ、時計屋さんなの？あれ？でも保安部のレポートでは職業不詳にされてたよね。そんなわけないだろうなとは思ってたけどね。釘男事件の犯人として世間に公表するならその方が都合いいってことじゃないかな。やっぱり捏造されてるんでしょ、アマテラス社に。ああ、完全に犯人に仕立て上げられてるじゃん。結論ありきでろくに捜査もしないで。君のお父さんはこの時計塔の管理もしているの？いえ、1年に1回くらい大時計の調子を見る程度です。でも昨日は急に修理の依頼が入ったんです。絶対間違いなく計画されてるんじゃないんですかそれ。大時計がずれているから急いで直してくれって連絡があったらしくて。でも父さんはどんな時計の修理も喜んでやるけど、
時計塔だけは嫌だっていつもぼやいてました。なんで嫌がってたの？どうして？だって父さん高所恐怖症だから。高所恐怖症？本当は時計塔に登るだけでも怖いけど外を見ないようにして我慢して修理してるって。高所恐怖症か。時計塔に登るのも怖くて外を見ないようにしてるってよっぽどだよな。お父さんの好感度が上がるな。ご主人様、俺様ちゃんの教育のおかげですっかり成長したみたいだね。考えてるふりが上手になって。考えてるふり？ふりじゃない、真剣に考えてるんだ。まあでも心で会話するのにも慣れてきてますよね。時計屋の息子によると父親は高所恐怖症らしい。ん？なんだ？なんか表の方が騒がしくない？騒がしい。話し声がするね。あいつら起きちゃったかな。ちょっと様子を見てこよう。なんだなんだなんだ。保安部員が全員起きてたらご主人様仕返しされちゃうんじゃない？そんなこと言わないで。力見える？いや、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。